水のいろんな形が集まってシアター4オーラ文字黒い直線からラーニングが現れる。シアター4オールラーニングへようこそ。これからある作品を感じたり解釈したりするためのウォーミングアップを始めます。クエスチョン、作品を感じ考えること。クエスト、考えたことを行動に移すこと。この2つの Q を持ってお楽しみください。今日のクエスチョンは、あなたなら身近にいる見えないものとどんな遊びをしますか、です。塚田アリナと申します。普段はこうアートとサイエンスをつなぐということをテーマとして、編集者キュレーターとして普段は活動しています。よろしくお願いします。平野亮です。個人でアニメーション作品を作ったり、漫画を描いたりイラストレーションを描いたり物語を作ったりしています。今回は、アーティストの平野亮さんと一緒に、私たちが活動しているリフレームラボという団体で、モルメタモという作品を作りました。こちらがですね、アニメーションと、実は絵本というものの二本立てになっておりまして、ここに、小さい、子供がいるんですけれども、この子がですね、ある時、自分の体が水になったり、魚になったり、最後は宇宙にまでなっていくっていう、そんな自分の体が、こうあっという間に変容してしまうという物語を作りました。作品にはどんな遊びが込められているのですか？このモノメタモは遊びと学びの観察ノートという副題もつけていて、普段の日々の遊びの中でこういろいろなこう発見だったりとか、こう自分たちがどういうふうに世界を感じているのかっていうこと自体を考えるきっかけになってほしいなという思いで作っています。それはどういうことかというと、なんか私たちってこう、ここからが遊びで、じゃあここからが学校に行ったら勉強で、ここからが仕事でっていうふうになんか分けているように、なんかもしかしたらね、こう思ってしまう、特に子供たちっているかもしれないんですけど、本当になんかこう永遠にもういくつになっても、こうおじいちゃんおばあちゃんになってもこう学べることって、いろんなこの遊びの中に、すごく含まれてるんじゃないのかなと思っていて、こう楽しいとかそういうこと以外にも、こう、私たちが世界をどう見ているかっていうことをね、なんか気づかせてくれる、なんかそんなこうきっかけがたくさんあるんじゃないのかなと思っています。塚田さんからお話し最初にいただいたときに、自分が最初に感じたのは、アニメーション作ったり、漫画描いたり、絵描いたりしてる状態って、塚田さんがさっき話してたような遊びながら自分が変容していく、そのアニメーションのキャラクターの感情になっていったりとか、葉っぱの動き変えてる時とか、例えば葉っぱの、もう自分が葉っぱ自身にならないと、その葉っぱの動きが描けなかったりとか、そういう感覚でやってたので、すごくなんか自分自身の物語として、なんかスッと捉えられたので、そのモルメタモの話を最初いただいたときはもう、なんかその場でパッとイメージができたっていう印象でしたね。目に見えないものと遊ぶってどういうことですか？さらにもう一つ付け加えると、目に見えないものと遊ぶっていうコンセプトも最初からあったんですね。でそれがどういったことかっていうと、目に見えないものっていうと、なんか例えばこう、霊とか妖精とか、なんでしょうね。なんかこう、そういうおどろどろしいものっていうふうにも思えるかもしれないですけど、実際、なんか私たちが見てるものって、じゃあどれぐらいあるんだろうって考えると、ね、ウイルスだって目に見えていないし、体の中にいる微生物だって見えていなくて、本当はこの見えていないものの方がこの世界って多いんじゃないのかなと思うんですね。なんかそういった見えないものへのこう想像力をこう鍛えていく、日々考えていくっていうことによって、その本当に世界の見え方って変わってくるし、よりなんかそこにこう深みというか、いろんなレイヤーが重なっていくんじゃないのかなと思っているんですね。でもなんか子供の頃って、イマジナリーフレンドっていうらしいんですけど、
なんかこう自分の中の想像上の友達がいて、なんかその友達とよく話していたとか、あとはまあその想像上の友達だけじゃなくても、例えば物語に出てくるキャラクターと、なんかさもそこにいるかのように話す。まあ例えばお人形遊びとかもそうだと思うんですけど、なんかそういうことって自然としていたんじゃないかなと思うんですよね。で、意外とそのイマジナリーフレンドの存在っていうのが、その子がこう大人になっていく、まあ成長していく過程で失われてはしまうんだけれども、すごくそのイマジナリーフレンドとこう豊かに話した時間ってものがその子の感性だったりとか、なんでしょうね。こう、ある種孤独と、まあ孤独を癒してくれるって言い方はちょっとおかしいけれども、なんかある意味その安心感を与えてくれる、なんかそういう存在であるみたいなことは、実はよく言われていて、なんか今回のモノメタモのアニメーションの中でも私すごい好きなシーンが、いろんなね、こう、ものたちがやってきて、こう、ダンスをするっていうシーンがあるんですけど、もうこれって本当一個一個が多分平野くんのイマジナリーフレンドなんだろうなとも思うし、でもなんかこういう見えないけれども、なんか自分の中にはいるって思えるような存在が、しかもこう一緒になって踊ってくれるって、なんかそういう体験って、なんか実は誰でもしてたんじゃないのかなとも思うし、なんかそういうものをこう思い起こさせてくれる、なんか映像にも、アニメーションと、まあ、この物語にもなったなぁなんて思うんですよね。このひろくん、このキャラクターとかはもうひょろひょろひょろって毎回書いてる、出てくる感じなのかな。ベース、最初のイメージでは、まあ、コロナ禍っていうのもあって、その、まあ、妖精たちと踊るとか、精霊とかってイメージが、塚田さんからいただいた脚本にもあったので、その精霊って何だろうっていうのをすごく考えてて、それでやっぱコロナと、まあ、繋がった部分もあって、なんかウイルスの形とかってすごい可愛いなみたいなところもね、あって、なんかそういうのを結構入れてた部分はあるんですけども、でも別に全部、それが全てウイルスを表してるっていうわけでももちろんなく、なんかいろんな形になってったんですけど、それをね、作画して、データができるんですけど、それには全部名前がちゃんとついてて。そうそう。名前、なんかほんとそう、見た目まんまの名前とかだったと思うんですけども、鏡ちゃんとか、ちゃん付ける。そうそう、そういう、なんか自分の中では全部、名付けて、ちゃんとキャラクターになってるっていうのが、あります。みんなそれぞれ個性的な。なんかやっぱ書いてる間にその性格とかが出てきてきたりとかするのが面白いですよね。うん、アニメーションを作ってると、はい。どうして平野さんにアニメーションを作ってもらうことになったのですか？で、さらにもう一つ言うと、今回、メタモルフォーゼっていう、さっきも言ったような、テーマもあって、こう、日本語だとこう、変態するとか、変容するみたいな言葉なんですけど、例えば、こう、サナギが蝶になっていくっていうのも、あれも一つのメタモルフォーゼで、で、全然違う、こう、サナギのような、こう、幼虫が、ね、あんな蝶になるっていうようなことも、この世界では起きてるわけですよね。で、自然界の中でも、例えば水が氷になり、また溶けて、蒸発してっていうような、なんか一つの物質が、こう、どん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 変態していく、変容していくっていうことも、なんかすごく、こう、直感的に感じられるといいなと思うときに、特に平野くんはそういう、なんか自分の身体感覚、体の中にあるこう臓器とかその部位ですよね、体の一部と、このなんかこう目に見えないものたちがこううごめいているかのような異世界みたいなことを接続させるのがね、本当天才的にうまいなと思っていて、なんかそういったこう見えないものと遊ぶとメタモルフォーゼって考えたのに、私も静かにいれば平野くんしかいないなと思ってお願いした次第です。僕自身がその自分の身体とか自分自身がどこまで自分自身なのかっていうのをずっと、探ってる作品が多分多くて、まあ、抜けた歯は自分自身なのかとか、それが世界と混ざってた時にどこまで自分が自分なのかみたいなので世界とこう混ざっていくみたいな物語が、まあ、言ってしまえばフェチズムではあると思うんですけども、すごく好きで、それが今回のモルメタモルお話いただいたときに、その時いろいろリサーチしてたものとかも含めてこう、ぴったりあった
ので、すごく作りやすかったですね、はい、日常の中に作品を作るヒントはありましたか？モルメタモンを作ってる最中というか、その前も、あの、東京から長野に引っ越して、で、周りも八ヶ岳目の前に出て、周り田んぼで、すぐそこ森みたいな、もう一軒家に引っ越したんで、ちょっと散歩したらもう森の中なんですよね。もう、で朝もう鳥がすごいうるさくて、夜中はカエルがめちゃめちゃうるさいみたいな環境で過ごしてたんで、なんかその、感覚の環境の中でこの作品が作れたっていうのが、多分また一個こう、結構一人で森を散策しながらイメージ重ねたりとかもできたんで、本当に自然ってたださ、なんかこう自然が豊かで癒されるよねっていうことではなくて、なんか本当情報量がすごく多いなと、やっぱりこのコロナ禍を経て改めて思うんですよね。その私も1ヶ月ぐらい今年は和歌山のなんか古民家で暮らすみたいなことをしたんだけど、やっぱ行って改めて思ったのは、すごくうるさくて自然の中って。よくこう人もいなくて静かなっていう。で、もちろん車の音とかしないし、そういう意味でもノイズはないんだけど、もう一晩中虫鳴いてるし、やっと朝来たなと思ったらまた鳥の声もてたたましいし、ずっと何かの音がある。それでずっと何かの気配を感じていて、人間が持ってる存在感がこの半径 5km ぐらいの中でいかに小さいかっていうことを感じるわけですよね。でもそうすると、その今回のテーマでもある、その見えないものと遊ぶって、まさにそういう自然の中で遊ぶこととすごく同義で、結局都会の中で、じゃあ今日はこれを見て、これはこの映像を見て遊ぼうっていうことって、すごいなんか決められた、見えてるものしか見えてないけど、もう自然の中で 5km の範囲を見ようなんて絶対無理で、見えないものの方が多くて、そこに何とかして、じゃあ耳澄ませたらなんか聞こえてくるかなとか、なんか匂いがあるってことは、こっちになんか糞があったのかなとか、そういうことをこう探っていくようなものでもあるわけじゃないですか。だから見えないものの遊ぶって、別に見えないものを強調したいというよりは、もういかに何も見てないかっていうことを知りながら、なおかつ、その、いろんなこうまだまだでこう 見ようとすればするだけの数だ、見ようとした数だけで、なんかこの、いろんなものと出会える、知れるっていう、なんかそういう遊びでもあるのかなとも思うし、なんかそういうね、今長野の山とか森の近くにいるのは、平野くんの作品にもね、すごくいい、なんかこう影響がありそうですよね。僕自身、あの、畑始めたりとかもしたのもあるんですけど、生活に使うものを食べたりとか、冬場は薪とか、そういうものを、なんか流れがすごく感じられる、わかりやすく、感じるっていうか、もう、どこどこの、誰々の畑の野菜が余ったから、うちに来るみたいな、その流れ、今までこう、なんか、あんまり見えてなかった流れみたいなのが、すごく、なんか自分の中で可視化されたというか、すごいわかりやすい、この木、薪になるかな、みたいな、自分の段取る道具になるかな、とか、そういうなんか、エネルギー源もそうだし、なんかそう、今まで見えなかったものが、ちょっとだけだけど見えた感覚っていうのがあって、それはまあ、もちろんその高度に発展した経済の中で、自分が食べてるものとかが、ちょっと見えづらくなってる世界になってたんだなっていうのが実感できたのもあるんだけど、なんかその見えないもの、見えなかったものを感じるっていうのは、なんかちょっとこういうことなのかなっていうのは、少しだけ思えて、もうモルメタも作ってる間に感じたことですね、それがなんかね、本当そのお化けとかも含めて、お化け僕 見たことないんだけどなんかもしかしたらこの暗闇の中でそんな感じてたのかなとか、そういう、雰囲気がよりこうアクチュアルに感じられたっていうのが、まあ、制作しながら、そういう感覚になれたっていうのももちろんあると思うんですけど、こう、どっちの影響も受けたっていうのもあって、なんか見ている人も、ちょっとそういうことも考えて見てもらったら、ちょっと、また楽しめるかなと、思います、今日のクエスチョンは、あなたなら身近にいる見えないものと、どんな遊びをしますか？
です。クエスチョンを持って作品に向かった時、どんな驚きやワクワクがあなたを待っているでしょう。アーティストや学者の視点、ユニークな表現や感じ方に触れた時、あなたの中の未知の扉が開かれるかもしれない。さあ、大人も子供も張り切って、作品鑑賞から広がる世界に心を澄まして、クエストしよう。